患者のポジショニングとしてポイントは3つあります。まず1つはその寝てる状態が体全体がリラックスしている状態なのかどうかやはりこの状態で手に力が入っているとか背中の筋肉が緊張が強いとか足に力が入っているという場合にはリラックスできていないのでその辺をしっかりチェックしていきます。で2つ目としては 施術でアプローチする部位を適度なストレッチシーに持っていくというところです今このモデルの状態ですとよくあるフラットなベッドで腹外に寝た時がこのような状態になるのですが頸椎の部分が伸展して腰椎の部分が前腕がきつくなっているそして今この状態だと肩体の後面の筋肉が 側関節が低屈することによって短縮を余儀なくされているまた膝がににななっっててる状態になっていますやはりこのような状態だとそのリラックスした C も取れませんしこの腰椎の前腕ここで説明しますと筋肉が腰椎部分で短縮しているわけです。この短縮しした部分にアプローチをしていくと アプローチする刺激によよよってててりり筋肉は短短縮縮ししいいいきますのでより強い短縮していくとこしますこれはぎっくり腰の時などにねこのような状態でアプローチをすると施術後にベッドから立ち上がれないなどの危険性があります、えー、そしてもう一つが自分がアプローチしやすいように体幹と四肢を位置をしっかりと調整するということです それでは先ほどの施術をするときに、えー、悪い姿勢から今回は、えー、施術しやすい状態にセッティングし直したのがこちらの姿勢になります。えー、まず、先ほど頸椎の部分がやや後屈気味、短縮していましたので今、このヘッドレストの部分この調節できるベッドですので、えー、こちらを下げて頸椎の部分の短縮を少,少し、えー、除去しています。 で次に腰椎の前腕のところです先ほど強く腰椎が前腕してたのを腹部の下にタオルと枕を入れることによって腰椎の前腕を少なくしていますこれによって筋肉、脊柱の筋肉全体を緩やかなストレッチシに持っていくことができますまたここにお腹に入れることによって股関節の部分も屈曲角度が出てきますので 電筋に対しても短縮からあ逃げることができます。正しい姿勢とは股関節を屈曲させて背中は腰背中はできるだけま、えー、っすぐにストレートバックを意識します。そして目線はアプローチしている部分にまっすぐ向け。そして下半身はどっしりと構えた状態でブレない状態です。 この姿姿勢勢を基本姿勢とします、えー、重ね母子という形になりますけれどもこのようにアプローチする部位には母子服全体で柔らかく密着させて他の4子首相もできるだけ隙間を作らないようにで母子を重ねながらこのようにしていきます。手の形は 主関節のの可動域によってこれ個人差ありますので先生によってこのような使い方が楽な先生もあるし、えー、このような使い方が楽な先生もあるのでその,せ、えー、その形についてはどうしたらいいという決まり事はありませんで一番のポイントですけれども圧迫力を出そう出そう強く効かそう効かそうと思うあまりにこの IP 関節の部分の 骨の部分で筋肉を圧迫してしてまうこれは筋肉して筋膜を痛める皮膚も嫌な痛みを出す原因の一つになりますこの IP 関節の骨の部分ではなく必ず母子服の一番柔らかい部分でアプローチするようにすることが一番大切なポイントになってきます。重ね母母では母子以外に 広範囲で周囲圧をかけできるだけ密着している母子の部分でアプローチをしていくんですがこの母子の存在をできるだけ隠す母子の存在が受けている方が分からないようなどこで抑えられているのか分からないような状態に持っていくのが特に深層筋にアプローチするときには重要になってきます深層筋にアプローチするときには母子を指を立てて 深いところに強引に指をねじ込むんではなくって広く密着した状態でその母子の存在を隠すことが相手が抵抗しないように真相まで指が沈んでいけるポイントになるからです。